いらっしゃいませ。アポイントされた方のお名前と時間、お呼びする担当者の名前をこちらにご記入ください。アポは入れてないんだけどさ、社長につないでくんないかな。殺されたダイナチア社長パク・ミレイの件で話があるって。お待ちください。よろしく。社長、スカイファイナンスの秋山さんです。どうぞ。大阪芸能社長の粕谷です。スカイファイナンスの秋山と言います。先日亡くなられたダイナチアの社長の件だとか。ええ、そうです。どうぞ。うちとダイナチアさんとは確かに交流がありますが、どういったお話でしょう。粕谷さんは以前俳優をされていたんですね。これはまあインターネットで得た情報の受け売りですけど。ええ、一時期アメリカに行ってましたね。アクション俳優をしていたんですが怪我をしまして、以来俳優業からは足を洗って今は裏方を。きっと相当な演技派だったんでしょうね。どういう意味でしょう。芸能関係者独特のいやらしさなんて微塵も感じられない。むしろどこから見ても誠実そうなやり手青年実業家です。いや、本物以上にそう見えますよ。さっきも言ったように私はアクション俳優でしたから、残念ながら演技派じゃない。それより担当直入に本題を言っていただけませんか。先日のパク・ミレイが自殺したという件、俺は他殺じゃないかと思っています。他殺？失礼ですが、あなたは彼女とどういったご関係で。彼女にそれなりの額の融資をしてました。そうでしたか。債権者のお一人だと。まあ確かにパク社長の自殺は彼女の人となりを知る者には信じがたいことです。私も未だに自殺したということが信じられません。彼女が他殺だという証拠があります。彼女の遺書は偽造されたものでした。偽造？そして偽造屋にその遺書を書かせた謎の依頼人はどうやらあなたとつながっている人物のようです。なるほど。それでここまで押しかけてこられた。あんたが彼女を殺させたのか。なぜ私が。あんたの事務所とダイナチアには浅からぬ因縁がある。それに現に今もプリンセスリーグでしたっけ。確かあれでお互いの秘蔵っ子同士が争ってるはずだ。だから私が殺したと。少し冗談はお控え願いたい。パクさんの遺書を偽造したということについては。さあ、わかりませんね。ただ私もこういう仕事ですから、いろいろな人間と関わることがあります。もしかしたらその中にパクさんの死に関わっている人間がいたのかもしれない。ただ私には全く関係ないことだ。どうぞ。これでお引き取りを。どういうことですか。口止め料？買収？名目はどう取っていただいても結構です。認めるということですか。そうではありません。だが身に覚えのない噂だとしても、人一人の死に関わっているなどと騒がれては商売に支障がありますからね。大阪芸能という組織のトップとして
その噂の火種、買い取れるものなら買い取りたい、そういうことです。どうも誤解されているようですね。俺はそんなもんのためにここに来たわけじゃない。勝也さん、なんて本当に演技が上手だね。もしそうなら今でも役者を続けていますよ。こちらも材料が少なすぎたようだ。あんたを見くびってた俺のミスです。今日はおとなしく引き上げた方が良さそうだ。疑いは晴れなかったようですね。でもそちらも収穫は何もありませんでしたね。でもあんたが手強すぎる人間だってことが分かっただけで収穫でしたよ。それじゃ。もしもし。秋山さんですね。あんたは？タク社長の自殺の件でお話があります。スカイファイナンスの事務所に戻っていただけますか？こっちの質問に答えてないが。少なくとも私は敵じゃありませんよ。それでは。さあ、次はどこのドイツだ？